今からね、エッチなところを撮るんですけども、その前に、せっかくスタイルのいい、人なので、ちょっと立ってもらって、いろいろ撮らさせてもらっていいですか？はい。ああ、いいですね。いいじゃないですか。足も細いしね。ありがとうございます。褒められるでしょ。いや、どうなんでしょう。意外とほら、お客さん褒める、褒めてくれるでしょ。そうですね。褒められ慣れてんじゃないですか。そんなことないですよ。ちなみに好きな男性のタイプはどんな感じですか。好きな男性、年上の人ですね。おお。基本的にみんな多分年上だと思うんですけどね、いろいろ。それだけでいいんですか。うん、そうですね。途中で優しくて、しっかりした人。やらしい優しい。優しいですね。優しくて、しっかりした人なら、全然いいです。そうですか。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。はい。うわこの、洋服の、下というんですかね。この洋服の中が気になりますね。気になりますか。はい。はい、こっち向いてください。じゃあ、いろいろ撮っていきますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。緊張してますね。緊張してます。のぞみさん、はい、早速なんですけど、ここで普段されているオナニーって言うんですかね。はい、そう、それを見せていただきたいんです。見せるんですか。恥ずかしいです。そうですよね。うん、でもまずはちょっといろいろ見たいなと思いまして。はい、普段やってる通りでいいです。触りたいところ触って、うん、気持ちよくなってもらえればいいなと思ってます。はい、おもちゃ使ったりします。はい、します。お、例えばローター、バイブ、電話、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、野菜野菜、犬とか、いろいろある。どれを使われますか、普段は。電話とかです。お、電話。電話とかローターとか。あ、ほほ。あ、じゃあそういったのも用意しますんで使ってもらって気持ちよくなってもらえればいいなと思います。はい、見してください。見ますか。見たいです。恥ずかしい。じゃあ、いろいろ撮っていきますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。緊張してますね。緊張してます。のぞみさん、はい、早速なんですけど、ここで普段されているオナニーって言うんですかね。はい、そう、それを見せていただきたいんです。優しくて、しっかりした人。やらしい優しいですね。優しくて、しっかりした人なら全然いいです。そうですか。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。はい。うわこの洋服の下というんですかね、はい、この洋服の中が気になりますね。気になりますか。はい。はい、こっち向いてください。いいじゃないですか。
足も細いしね。ありがとうございます。褒められるでしょいや、どうなんでしょう意外とほらお客さん褒める、褒めてくれるでしょ。そうですね。褒められ慣れてんじゃないですか。そんなことないですよ。ちなみに好きな男性のタイプはどんな感じですか。好きな男性、年上の人ですね。おお。基本的にみんな多分年上だと思うんですけどね、いろいろ。それだけでいいんですか。うん、そうですね。年上で優しい。見せるんですか。恥ずかしいです。そうですよね。うん。でもまずはちょっといろいろ見たいなと思いまして。はい、普段やってる通りでいいです触りたいところ触って、うん、気持ちよくなってもらえればいいなと思ってます、はい、おもちゃ使ったりします。はい、します。お、例えばローター、バイブ、電話、なんかいろいろあると思うんですけどだね。今からね、エッチなところを撮るんですけども、その前に、せっかくスタイルのいい、人なので、ちょっと立ってもらって、いろいろ撮らさせてもらっていいですか。はい。ああ、いいですね。